この辺りが詳しく書いてそうかな。青木亮、現都知事42歳。やっぱり年も若と同じだ。そう焦んないでよ、ただの他人の空似かもよ。20歳を過ぎて引きこもりだった青木は、ある時一年発起してアメリカへ。政治経済を勉強する傍ら、盟友となった小笠原はじめと共にハーバードを卒業後帰国。その年ブリーチジャパンを設立か。小笠原もその頃はまともな人間だったのかな。まあ連中昔から主張だけは正論だったぜ。若者が世のグレーゾーンに切り込んでいく様が瞬く間に全国で支持を集めたんだよな。青木亮もテレビや雑誌にバンバン出て一躍知名度を上げた。コメンテーターなんかもやってたぜ。でその後はブリーチジャパンを小笠原に任せて政治の世界へ。2年前都知事になった時の得票数はまあまあ、でも今の支持率は 80% 超え。政治家としちゃ敵なし状態だな。なあ、それより青木亮が実は荒川雅人だって情報とかどっかに書いてないのか。パッと見る限り見当たらないわ。やっぱ他人の空似じゃない。いや、そう決めつけんのは早い。むしろ都知事が荒川雅人だとすりゃ筋が通ってくることもある。え？どういうこと？青木亮は都知事として2年前に一気に支持率を上げた。その理由はカムロ町産経作戦で東上会を壊滅させたからだ。ヤクザを町から一掃する作戦よね。ええ、そして作戦が終わった時、あそこのトップや幹部衆はほとんど失踪って形で町から消えてたらしい。失踪？まあ失踪というよりは現実は慌てて逃げ出したって感じだろう。作戦が実行されてた最中、警視庁じゃ誰をどの罪で捕まえてやろうかって秒読みの段階だったらしい。産経作戦としてかこつけりゃ東上会関係者全員暴対法だのなんだのでいくらでもしょっぴけたはずだからな。ってわけで東上会の幹部衆も捕まる前に高飛びしたってわけよ。なるほど、そこまで追い詰められてたのか。だがそこまで東上会を追い詰めたのは、産経作戦が優秀だったというよりも東上会組織の内部情報が警視庁にダダ漏れだったってことだ。でその情報を流していたのは荒川組組長荒川真澄だった可能性が高い。じゃあその組長が知事とグルだったってこと？春日の指摘通り、知事が荒川雅人だとすりゃ荒川にとっちゃ実の息子ってことだろう。グルどころの話じゃねえ。春日、これで荒川が東上会を裏切った理由にも説明がついたな。荒川は東上会から知事になった息子に鞍替えしたんだ。おやっさんはそんな人じゃねえかもな。だが俺の推理は曲がりなりにも筋は通ってると思うぞ。荒川だって極道である前に人間であり父親だ。血のつながった息子のためなら自らの立場を顧みず肩入れするのもおかしくはない。若が都知事ならどうやって自分の素性を変えられたんだ？戸籍を買ったのかもな。戸籍を変えるの？架空の人間を作り出すことは難しいことじゃない。加工した写真を作り偽名をつけ、戸籍謄本だって偽造すりゃいい。ほんの少しの間ならそれでごまかし通せるだろう。でもちょっとでも深く調べられたらすぐにボロが出るもんだ。だよね、実際には全部嘘なんだもんね。そういうことだ。でも実際に存在する戸籍ごと奪っちまえば、その嘘も現実にすり替えることができる。多分本物の青木亮って引きこもりは実在したはずだ。
その戸籍をマサトが金で買い取ったか奪ったかして成りすました。でも他人の戸籍を乗っ取るってそんな簡単にできるの？簡単とは言ってねえ。だが裏社会とパイプを持つ人間ならあとは金で解決できるだろ、春日。若には荒川組の力がある。金もある。確かにやれるかもな。でもなんでわざわざそんなことを？マサトはヤクザの息子って素性をよほど隠したかったんじゃないのか。本当の素性のままじゃ今の活動はできねえだろう。一番、そのマサトさんが死んだっていうのは誰から？中学ん時の先輩から聞かされたんだ。ついこの間カムロ町で。荒川組がわざとデマを流したのかもな。マサトの成りすましを成立させるために。待った、その写真。何？どうしたの？若は生まれてすぐの事故で歩けなかったけど、この都知事は車椅子じゃねえ。え？どうしてだろう。戸籍は変えてもそれはさすがに。青木亮はアメリカに留学してたんだったな。手術を受けたんじゃないのか？でも医者もサジを投げてたんだ。そりゃ日本での話だろう。アメリカなら日本じゃ未認可の手術やらを受けることもできるからな。あ？この偉そうな制服は？うん、警視総監だ。そいつが堀之内十郎だよ。足立さんの因縁の人ね。ふん、こいつどっかで見た気がする。ん？それも俺が無所に入る前にだ。あれは確か。そうだ、若にお供していったキャバクラであったんだ。若が入れ込んでた女が裏では堀之内に惚れてた。それで若はメンツをがっつり潰されて。へえ。じゃあ知事と警視総監はかつての恋敵だったってわけか。ふん。こん時お互いどの面下げて顔を合わせてたんだろうな。でも一番が覚えてるくらいだからお互いに覚えてるんじゃない？何なんだろうね。なんか急にカムロ町が身近な感じになってきたな。くそ、頭がこんがらがってきたぜ。まああんまり根詰めんな。今日はもう休もうや。俺はもうクタクタだぜ。そういえばマブチが言ってたよね、明日近江の兵隊が乗り込んでくるとか。でも何しに来るっていうの？考えたって答えは出ねえよ。だから休もうっつってんだ。それもそうだな。よし、帰って寝るか。いや、帰る必要はねえさ。え？マスター、前に頼んだ2階の部屋の件だけどよ。ああ、もう片付いてる。使って構わねえぞ。ありがとうよ。2階の部屋？ああ、実はこの店2階に空き部屋があってよ。物置になってたんだが、そこを俺らのアジトとして使わせてくれねえかって頼んでたんだ。お前のうちも風情があっていいんだが、さすがにこの人数で寝泊まりするには手狭だしな。ここなら人数が増えても多少は大丈夫だし、酒を飲んで眠くなってもすぐ寝れるな。いいアイデアだろ。そりゃ俺らはありがたいけどよ。いいのかいマスター？もともと使ってない部屋だからな。別に構わねえよ。それに。それに？詳しくは知らねえが、おめえらこの町の連中のために戦ってくれてんだろ。
そんな勇者さんご一行にボロ部屋一つ貸せねえほど俺は落ちぶれちゃいねえよ。マスターありがとう。じゃあ遠慮なく使わせてもらうぜ。おうでもよ、さっきのセリフはちょっと臭すぎじゃねえか。うるせえ、おちょくるんならもう貸さねえぞ。ちょっと。てめえババア、本当に店壊されてもいいんだな。ああ、だから好きにしなって言ってんだろう。なあばあさん、あんたの店ぶっ壊したってよ、俺だって何も得はねえんだ。春日はどこなんだ。町のもんはみんなあんたが知ってると言ってんだぜ。じゃあみんなが死ねって言ったらあんた死ぬのかい。それが返事か、クソババ。うわっ、うっと、寸止めにするつもりだったんだけど当たっちまったわ。手元が狂った、悪い悪い。俺の質問答える気になったか、ばあさん。おんな、もう一丁行けや。手元狂っちまわねえように気をつけろよ。来やがったな、春日。バカだね。なんで来たんだい。来るなって言われると来たくなっちゃうたちなんでね。浜子さん、大丈夫かい。別に私はあんたをかばってやろうとかそういうんじゃなかったんだからね。わかってるよ、浜子さんはただこいつらの物の聞き方が気に食わなかっただけだろ。ああ、やっぱりあんたは分かってくれてるね。あとは任せてくれるかい。ああ、任せてやるよ。ま、待て、道を開けな、ドサンピン。
もう星野会長からお許しは出たのか、戸塚。そんなもんはいらねえんだよ。もうあのジジイに愛想が尽きた。は？偉人町の三すくみは茶番だった。俺らには絶対不可侵が鉄の掟だが、トップ同士は仲良くこっそり偽札で稼いでやがった。誰からそのことを？ブリーチジャパンの連中だ。街中に触れ回ってる。おかげで俺らはいい笑いもんだ。ラオマーがうちの若いもん蜂の巣にした件も、親父は丸く収めちまう気だ。勝ち込んでったうちの頭も今じゃ蝶の店で大事に扱われてるとさ。バカバカしくてやってらんねえだろ。こいつらみんなそう思ってる。だからこの俺を担ぎ出したんだ。俺の他にもまだいるぜ。本部内ですら反星野の声は上がってるからな。なるほど。で、せっかく神輿に担がれた男が最初にやることが俺なんかを探すことか。ああ、探し出してバラして海にぶちまける。それが俺の第一ステップだ。へえ。で、もしそれが終わったらどうすんの？その後、偽札ビジネスもそっくりこの俺がいただいてやる。偉人町の全てを俺がいただくんだ。決めるんじゃねえぞ。容赦しねえぞ。どうしようかな。ザコイよ。してみろ。見せてやるぜ。いきますよ。ああ、俺の番だな。ほら、見せてやるよ。なめんなよ。見てなさい。ほら来い。俺の番か。ほらやれ、やってやろう。怪我しますよ。どうした？ほら。舐めないでくれ。行くぞ。行くぞ。頑張ります。はぁ、やってやるよ。よし、行くぞ。舐めない。私の番ね。とっておき。ほら来いよ。ねえ。よし、気になったな。またいい女になっちゃった。くそ。あんたの器じゃ清流会は取れねえよ。お山の大将はよそでやんな。少なくとも二度と浜子さんの前に面出すんじゃねえぞ。そん時はすまきにして川に放り込む。俺は言ったことは必ずやるぜ。返事は？わかった。誰だ？翔だ。今立て込んでるからさ、手短に話すよ。あ？俺たちはブリーチジャパンを見誤ってた。あいつらのバックには近江連合がついてる。最初から偉人さんを内側から崩すのが奴らの狙いだった。お前らもそれでラオマーに利用されたんだみたいだね。あれ、もう知ってたの？なんだよ、お礼の一つくらい言ってもらえると思ってたのに。ふっ、悪いな。じゃあもう俺からの情報は必要ないかな。
一応聞くよ。なんかあんのか。今ブリーチジャパンのデモ隊がコミジュに向かってる。1000人規模くらいかな。え、部下の報告じゃその大半はオウミの兵隊たちみたいだね。なんだって。要するに見た目は堅気のデモ隊だけど中身はヤクザが勝ち込んできたって方。連中の狙いは偽札の製造現場、つまり肉の壁の心臓部だよ。オウミが偉人さんの偽札を暴こうとしてる。偽札作りの件を知ってるブリーチジャパンからの指示だね。オウミは単なる兵隊でしょ。肉の壁をぶっ潰す気か。だろうね。でさ、そこで相談なんだけど、春日君、コミジロー手助けに行ってあげてくんない？なんで俺らが。あんたらで動けよ。そうしたいけど、ハンピン・リューマンは今クーデターの真っ最中でね。クーデター？マブチのやつが偽札の件で下の連中煽ってやがんだよ。たくん、マブチがクーデターを煽ってる。そう、偉人さんは見せかけだの、上の連中だけで偽札でいい思いしてるだの、あちこちで吹いて回っててさ、おかげで俺への造反者が続出、清流会でも同じことが起きてんじゃない。だから今コミジルまで手が回んないんだよね。なるほどね。だから頼むよ、お願い。お願いって。でもお願い聞いてくれたらさ、偉人さんも難破君のことはもう忘れるから。あ、適当なこと言うなよ。マジだよ、俺が責任持って働きかけてあげるから。いい条件でしょ。まあな。でもこっちの条件はかなり重すぎなんじゃね。じゃあ OK だね。ああ、悪い、もうのんびり話せなくなってきた。あと一つだけ知らせとく。ブリーチジャパンでデモの指揮取ってんのは代表の小笠原ってやつな。チッ、切れちまった。コミジュルの手助けをしろとさ。コミジュルの手助けを。その代わりナンバは見逃してもらえるだろう。ああ、おまけにデモ隊の指揮は小笠原なんだと。となるとあいつに話が聞きたいわよね。ああ、クメニア、聞きてえことが山ほどあるんだ。出てきや不法滞在者。おら、開けんかい。開けろや。この電気泥棒が。踊れろ何様。ああ、中でヤバいことやっとんねやろ。はよ出てこんかい。
行くで、いいぞ、頑張れ。
で持ち出してんのかよ。ここに小笠原がいたとこでどうしようもねえだろ。おい、そこのボジャータム、やべえ、さっき組めといた野郎か。こいつらネズミやで、捕まえる。おい、聞こえんのか。とりあえずここは逃げた方がよくない？同感だ。逃がすかい。ここで死ぬんや。踊れろ。秒で終わらせた。容赦しねえぞ。どうしようかな。やってみろ。ほら来いよ。見せてやる。はい。なめないでくれ。俺の番だな。死ぬ気で何おもろいことやっとるんや、アホンだら。やろう、いきなり鉄球振り回してくっかよ。死んだと思った。カズガ、あいつは近江の頭補佐だ。頭補佐？石尾田レイジって名前だ。見覚えねえか。いや、どうかな。あのランクの人間ならカムロ町の幹部会にも必ずいるはずだぜ。つまりお前が撃たれた現場にも。ああ、なんや、見覚えあるの、そこのもじゃもじゃ頭。はあ、思い出したわ。我カムロ町で大工に撃たれとったやつやな。だったらなんだ。それがどないしてここにおるんや。聞きてえか。涙もんの苦労話だぜ。ハンカチ用意しとけ。はあ、そんなええ話なんか。あ、話し合ってくれんのか。アホか。あの世で勝手に抜かしとれ。よっしゃ、もう一丁行くで。くそ、来るよ一番。ガーッと行ったのか。みんな、あんな鉄球でやられたらひとたまりもねえ。鉄球の動きだけに集中するんだ。だけど他の連中から襲われたりしない？大丈夫だ。さっき見てただろう。あの野郎は身内も吹っ飛ばしやがった。あの様子じゃ怖くて俺たちにも近づけねえぜ。鉄球集中、行くぞ。どうしようかな。奥の手。なめんなよ。
行きますよ。俺の番だな。とっておきだ。よし。とっておき。してみろ。やってみろ。怪我しますよ。どうするかね。ぶっ飛ばして。ふざけてるんですか。頑張ります。よし、いざ。見せてやるよ。命を大事に。これで。ありがとうございます。私の番ね。見てなさい。さあ、今度。してみろ。どうしようかな。見せてやる。やっ、俺の番だな。やってみろ。とっておきだ。舐めんなよ。舐めると痛いのにます。やるか。頑張ります。奥の手ぶっ飛ばしてやる。行きますよ。どうするかね。やってやろう。このままじゃ済まさへんで。よし、行くぞ。見せてやるよ。よっしゃ、行ってきなる。よっしゃ。強くなったな。またいい女になっちゃった。なんやちょこまかしよってボケが。ちくしょう、まだ動くのか。どないしたポンコツ、もっと気張って動かんかい。ぺしゃんこやな、ご愁傷さん。せやけど女はちっともったいないことしたの。タイプやったのに。なんや、動かへんやないか。お前がタイプだとよ。変なのばっかに好かれるよな。うるさい。でもマジでへこむわ。おい、どないなったんや。やつらは潰されたんか。はよ確認せえや。
いいや。いらっしゃい。あの、俺ら飯を食いに来たんじゃなくて。は？ええ。おい。
わかった。あんたがそうしろというのなら我々は従う。ああ、この状況で残された選択肢はもう多くはないだろう。ソンヒ、荻窪豊は何と？手を貸してもらえるか、カズナ。近江連合の兵隊がここへ来るまで約2分。だが偽札作りの痕跡を燃やすのにはもう少し時間がかかる。偽札作りの痕跡を燃やす？偉人町の偽札事業はもはやこれまで。荻窪がそう即断したよ。近江連合が随分な手間と時間をかけて肉の壁へ照準を合わせていたのに気づけなかったのが原因だ。全ては我々の手落ちと言わざるを得ん。ただし、偽札事業をやめるにせよ、偽札と荻窪豊とのつながりだけは全て闇に葬らねばならない。そのために全てを燃やす。これは私の判断だ。ハン・ジュンギ、お前が火付けの指揮を取る。ソンヒ、火を使えば監視システムも機能しなくなります。我々の住処もなくなる。唯一の居場所をなくすことになります。ここにいる者たち全員が。ああ、全て承知の上だよ。出過ぎた口を聞きました。お許しを。やあ、ひばりを猛上に高城はしがろった、サドラ。荻窪を救うために全部灰にしちまうのか。自分たちを捨て駒にして。快適とまではいかないが、荻窪だけが我々の居場所を真剣に案じ、そして実際にそれを作ってくれた。だから荻窪には感謝の念しかない。我々は彼の捨て駒になるためではなく、彼への長年の恩義を返すためにすべきことをするだけだ。それって平たく言や放火だぞ。俺たちにもそれを手伝えって？いや、お前たちには近江の兵隊をここで食い止めてほしい。追い返せとまでは言わん。ただここを焼き払うだけの時間を稼いでほしいんだ。でもよ。頼む、力を貸してくれ。ソンヒ、頭をお上げください。しょうがないわね。頭上げてよ。私、正直言うと前からあなたがいけすかなかったし、荻窪を助ける義理もない。でもプライド高いいい女が頭下げるなんてよっぽどのことよ。この人が言ってる恩義を返すって気持ちは口だけじゃない、本物だよ。わかるでしょ。そうだよな。すまねえ、男は女の気持ちってのに鈍くってよ。いや、俺は最初から伝わってたけどな。片付けない、礼を言う。じゃあやるよ。サエコさん。ん？ありがとう。おい、ある面が多いな。お、なんや踊りだ。鉄球の下敷きになったんやないんか。
残念だったな。またいつでも相手になってやるよ。せやけど、考えたら妙な話やな。あ？そもそも踊れはなんで生きとるんや。荒川の代行に撃たれたやろが。お前に話す必要はねえ。代行が踊れを撃った後、そこで一度間違いなく死んどったはずやろ。間違いなく言い切れんのか。おう、死体は組の門に始末させたと聞いとったからの。まあ、なんで我が生きとるんか、あの人に今度よう聞かんとあかんな。小笠原さん、印刷機はあの奥です。こいつら証拠を燃やす気だ。石尾田さん、ちっ、どうりでコミジュルの門があんまおらんかったわけや。総出で火つけとったんかい。そこどけ一番。お前何やってんだ。偽札の証拠が消えちまう。俺らはここをどかねえよ、ナンバー。悪いが、孫飛と戦略しちまったんだ。なんだと。ここを燃やすまでの時間を稼ぐって約束しちまった。でもな、おめえのためでもあるんだ。てめえ一番、早く止めさせろ。この死に損ないがぶっ殺したら。邪魔するんじゃない。ここで仮装にしてるわ。頑張ります。なめんなよ。なめないでしょ。寝てんのか。積み重なったね。とっておきだ。やめんな。けがしません。腕を返しや。よし、とっておき。やるのか。そろそろ諦め。積み重なったね。俺の番か。そろそろ諦めよ。見ろよ。どうしようかな。見せてやる。やあ、よし、そろそろ諦めたらどうやってみろ。痛い目見ますよ。見せてやるよ。私の番よ。諦めることだ。よし、やめるな。どうするかね。そろそろやってみよう。とっておき。やんのか。頑張ります。奥の手行きますよ。俺の番だな。よしよし、とっておき。石尾田さん、くそ、
せっかくここまでいらしたんだ。もう少しおもてなしをさせてください、小笠原さん。これで全部闇に葬られたわけだ。偉人帳の偽札も、俺の弟のことも、うん、最後の最後でお前らに裏切られた。弟さんを追うための情報が消えちまったことは申し訳ないと思ってる。でも俺らお前を救いたくて。うるせえ！ナンバ、いい仲間を持ってるな。仲間なんかじゃねえ。どうやらお前は誤解をしている。お前は弟の消息が知りたいんだな。え？あいつはたった一人で偉人帳の偽札の核心にまで迫ってきた。だがその情報を手に入れることは万死に値する。しかし私は彼の高い調査能力は無駄にするのは惜しいと考えた。なんとか仲間にしたいとさえ。じゃあ今は我々の地下の居住区にいる。もちろん軟禁状態ではあるが。そうだな。はい、元気にしておられます。マジか、なんで教えてくれなかったんだって。そりゃ無理か。当初から南波さんは我々の監視対象者であり、偽札の事実を知って失踪して以来、偉人さんからは追われる身、お教えするわけには参りませんでした。まあそうだよね。この事実が手に入れられたのは我々に手を貸し、何より難波、お前のために命を懸けてくれた仲間のおかげだということを忘れるな。おい、難波！でも、この目で見るまでは信じられねえ。じゃあなおさら早くここを出ようぜ。死んじまったらそれこそ水の泡だ。早く早く！この場所を何だと思ってるんだ。あまり長居するつもりはありません。ただ人をさらってきて置いとける場所が他に思いつかなかったんで。だからってここを選ぶこともないだろうに。すんません。まさかこいつをここで拷問する気なのか。そんなことは許さんぞ。でもこいつはブリーチジャパンの代表で、偉人帳に近江連合を引き込んできたんです。こいつのおかげで肉の壁はもう崩壊寸前なんすよ。
王なのか。だとしたらこのままおとなしく解放してやろうって気も失せるでしょう。確かにそうだな。ただし今夜だけだ。ええ、ありがとうございます。あんたにはいろいろと聞きてえことがあんだ、小笠原さんよ。朝まで時間はたっぷりある。